フェルディナント・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の王族。バイエルン王子、及び結婚を通じて、スペイン王子の称号を有した。全名は、フェルディナント・マリア・ルート・ビヒ・フランツ・フォン・アッシジ・イザベルス、アーダルベルト・イル・デ・フォンス、マルティン・ボニファツ・ヨーゼフ・イジドロ。バイエルン王子、ルート・ビヒ・フェルディナントと、その妻で、スペイン女王・イサベル2世の娘である、マリア・デラ・パスの間の長男として、 マドリードに生まれた。フェルディナントは1905年10月20日に、スペイン王子の称号を与えられ、翌1906年1月12日に、マドリードにおいて、スペイン王アルフォンソ12世の娘で10枚に当たる、マリア・テレサと結婚した。夫妻は2男二女を設け、子供たちは、スペイン王子、王女の称号を授けられた。マリア・テレサ王女が1912年に死んだ後、 フェルディナントは1914年10月1日に、マリア・クリスティナ王イ号の助官で、第10代ピエデコンチャ伯爵の娘であるマリア・ルイサで、シルバイ・フェルナンデスでヘネストローサと再婚した。フェルディナントは、再婚に際し、バイエルン王族としての称号及び、バイエルン王位継承権を放棄した。マリア・ルイサは、タラベラデラレーナ公爵夫人とされ、後に、 スペイン王アルフォンソ13世によって、スペイン王女の称号を与えられている。最初の妻、マリア・テレサとの間に4人の子女を設けた。ありがとうございます。